僕らの別荘。石凝ってる、凝ってる凝ってる、俺凝ってる凝ってるんですか俺。え、多分すっごい張ってるここ、そんなわかんだ。まあでもデスクワークとか忙しいもんね。うん、違うよ。え、横に寝っ転がりながら、両肘ついて、携帯いじってる。うん、それで凝っちゃう。それで凝っちゃう。それで凝っちゃうよ。巨乳の悩みみたいなこと。どういうこと？凝っちゃう、これも。そういうこと？俺凝ってんだ。凝ってるよ、お前。わかんない。凝るってどういう、あれなの？硬いの？硬い。なんて言えばいいの？張ってるなんかパンパンなんか。肩が痛いと思ったことはない。別に。これが当たり前だと思ったけど、もしかしたら、叱るべき処置をしたらめっちゃ楽になるかもしれない。なるほどね。でもあんまり知らない方がいいっていうね、肩こりね。知った瞬間凝り始めるっていうもんね。え、そうなんだ。そうだよ。なんかほくろ数えたら増えるみたいなこと。全然違う。全然違う。全然違うんだ。違うと思う。帰れ。肩凝ってんだ。石、俺の肩もんだよ。確かに。俺凝ってる？いや、まあ。え、俺凝ってる？いや、まあ、まだね。あと、触ってわかるかもわかんないし。な、凝ってるとかじゃなくて、でけえよ、なんか。なんでその話すんだよ。こうしたいの俺、なんか、やって、凝ってそう、凝ってる、凝ってる、凝ってとかじゃなくて、でけえって、でけえってなんだよ、やめろよ、なんかね、入ってない、手に、あ、そう、収まりきんないよ、こうなんかこういう状態で始まってるから、テッセイは、テッセイは、あ、テッセイはただ凝ってる、凝ってねえよ、シンプル、シンプル凝ってない、凝ってない、シンプル凝ってない、結構デスクワークよ、テッセイのがデスクワークやってる、なんか気持ちかった、気持ちなんかもなんかこうなんだろう、お米をこう研いでる時ぐらいの感覚、何それ、そんなわけなくない、柔らかい、肩ボロボロじゃん、お米研いでんだったら肩ボロボロ、柔らかい柔らかい、全然、あ本当に。俺も結構ね、移動とか多いから肩凝ってる。あ、そうね。そうね。新幹線とかね。凝ってるとかしてできない。凝ってるとかそういう問題じゃない。入ってない。こっちの凝りはどうかな。あ、で面白いかと思った。こういうのってさ、面白くない。面白くないから。こういうさ、なんかこのジョークあるけど、めっちゃおもろいよな。あるけど良くない。逆線高いなと思って。え、テッセさんとじゃあ揉んで揉み比べてみてください。したら凝ってるかわかんない。あ、なるほど。あ、なるほど。あ、そう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 。こういうこと。あ、まあ例えばそうそうそう。どうですか。え、待って、え、構造違うかも。え、肩の。待って、石井のここ揉んでるでしょ。テッセのどこ。あ、なんか全然違う。割と骨じゃないけど。それ骨じゃない。柔らかこの辺か。なんとなく。うん、あ、もうちょい首側。え、この辺。この辺。あ、なんか結構骨いかれてる気持ちなんだよな。骨しかないよ別に。うん、肉の問題か。あ、凝るものがないんじゃないですか。確かに。そもそも。なるほどね。ありえるよマジで。あ、全然違う。本当に。違うんだ。本当に違う。なんか石井はみちみちなの。ああ、詰まってる感じがあるね。そう、骨の隙間とかがあるじゃん。石井はそこに全部なんか硬い何かが詰まってる。ああ、なるほどね。鉄製は逆に何もないから。石井はなんだこれ。でも骨ではないです。そこ今触られてるとこ。え、ここは？ここ骨。どこ、ここは？それ骨じゃない。え、ここ鉄製骨だったよ。それはもう肩幅とか。ここ硬くなってるから骨じゃない。ダメです。え？その急に人のチンチン触って笑ったのダメ。面白いっしょこれ。面白くない。めっちゃおもろいけど。これ面白くない。かかいか。かかってんのもわかるけど。かかってんの。で気持ちよくなってるけどみんな。ごめん、ちょっと気が大きくなってた。お前のこっちは大きくなってんじゃないのかお前。ダメ。つまんない。面白くない。つまん、面白くない。え、本当に。これずっとこれやってきたのに。嫌な気持ち。これで優勝してたよ。お互いのチンチン触り合って。これこれで M1優勝してた。ガガ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 ガあ、面白くないの？あ、そう、面白くないの？笑っていい、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 面白くない、やめた方がいい、面白くない、ごめん、ごめん、さっきさ、ちょっと M1 の話どうのこうのみたいな、とても面白いくだりがあったじゃないですか。かなり面白いですね。お腹抱えて笑ったね。新しいお笑いね。そうだね。太古からある悪しき笑い。悪しきではねえ。でさ、なんか M1 の2回戦日程が発表されて、あなたたち同日じゃなかった、同じ日じゃなかった。そう、僕と煙のコンビが同じ日に出る。違う違う違う。え、組むわけないでしょ。組むわけない。え、メリットがない。は？
ごめんなさい、今ふざけたつもりが。ごめんごめん。僕と煙のコンビってそういうことじゃなくて。んえあ、そうそう、そういう意味ですよ。あ、そういう意味で、ね、そういう意味、そういう意味。あ、そういう意味で、ね、だから、二人がコンビを組むという、うん、ボケを。押した、うん。した。けど、あまりに傷ついて、うん、一旦お笑いぶん投げた。メリットがないの部分で、お笑いぶん投げて、行き通って、行き通っていた。まあ、その様子が撮影されてしまった。ごめんごめんごめん。俺と石井がね、あの、うん、組むわけないから、ね。そうそうそう、うん。メリットがないから。はメリットがない。うん。まあ、まあまあ、同日でしたね、うん、事実上の決勝戦うーんまあそうでしょうねまあそうだね事実上のなんか、うん、睨み合ってる姿がこう目に浮かぶ感じはあるね、うん、どっちが勝つかとか、まあ、切磋琢磨ここまでしてきたけどここでようやく、うんまあ、みんなが待望のこうどっちが上かっていうのが、うんまあ、確かに初めて分かる確かにここまでは分かんなここまではもう拮抗していろんな、うん、令和ロマンだやれてんびんだいろんな、うん、この劇場だったら令和ロマンだとかねこのお客さんだったらあるだからあるあるようやく初めて年齢層とかでもね全然違うお笑いは全然違います全然違う初めてここでどっちがいいかが分かりますうん石そうだなそうだよやめろ乗っかれ分かんない乗れ分かんない乗れ乗れ分かんないよなこれ乗れ乗ってはいるんだよずっと乗れっつって乗ってんで突っ込めていい突っ込めていい乗れじゃない乗ってはいる乗ってはいる乗るならこれがプレイスタイルの差がね確かにこれはもう客層が違ったからYouTube っていう場ではなんかあなたかも俺が間違ったらしい確かにこれも客層は全然違うそれは確かにあるなうん、うん、実際目の前にしたらな、うん、そうだよ、うん、違うもんね生の迫力ってあるからわかる、うん、乗れの生の迫力本当そうだな乗れ乗ってんだよ俺は乗ってんの今突っ込めって言え乗れここでももうバチバチしてるバチバチだよこいつが間違い間違いとかねないから俺は、うん、この2回戦で万が一とそ石井があった場合は今のやり取りも石井が正しいその前その前俺分だけ万が一取る万が一ねで普通に、うん、だからまあ両方勝つまあ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 令和ロマンだけ、うん進出、うん、まあまあ、ベタリで、うん、天秤だけ進出、うん、奇跡でこれ、このまあ3パターンですよあ、このようにあ、両方落ちるからいや、ある、もちろんそれ両方落ちる4パターンあるよ、ね、4パターン、うんまあ、まずないだろうけど、うん、まずないだろうけどうんマブ、レモンも落ちろいくのお前、お前行く頼めこいつに決意よなかったら炎上してやばいってお前それはいやいやもうほんま本当に心から両方の進出を願ってます僕はねまあもちろん自分の分は言おうとしてそうでしょえそうでしょどっちでもいいどっちでもいいどっちでもいいそんないやそれはもう必死だもん自分のことにいやそれはそうだよ他の結果がどうとかもう考えるこれで、ね、2回戦で優勝が決まるんだったら俺ら以外全員落ちてくれって思うよあ思うねでもこの長い戦いだから、うん、でそのなんていうの人とさ争ってるとかじゃないんだよね自分と向き合っていく中でこう進出してって本当人との対決って意識し始めるんで大体まあ準決勝ぐらいからじゃない25組30組だから中から10組になるってなったら誰々と比べてどうかなとか思うけど準々とかぐらいまではあんま誰々と比べてとかまではあんま考えないかなうるせえ乗れこの場ではこの笑いがねよかったけど M−1 の当日じゃあどうかって何なんだよでもまあここでは今一旦公平にちょっと部があると、うん、ちょっと今日というお客さんと今日という日にではちょっとまあ別荘の会場という場ではちょっとね、まあ、正直ね、うん、受け量はねそうだね、まあ、だけど、まあ、そうか相方もいるしね、うん、またその品質も、まあ、場所も違うこれはまあそうだねどうなるか確かにあやばいでも石田もう勝てないよえすごいでしょその日すごい勝てないその日ねやばいやつ勝てすごいんだよやばいやつ、ね、勝てないよやばいえだってアマチュアの記念受験がアマチュアすぎるか記念受験なのに違う2回戦までしてる記念受験ってコンビ名のねうんアマチュアでアマチュアでじゃない2回戦までしてるすごい面白いんでしょ記念受験の、うん、すごいのよ本当にすごいファイナリストがもう今年
過去最多で1万何百組とかじゃなかった、そうだね、エントリー数1万300組、マジ、うん、今多分だから1000組もっと、もっと多いのか分かんないけど、分かんねえな、どんぐらい残ってんのかは。石井もこの日やばいよ、やばい、強いやばい、確かにそうなのよ、ファイナリストばっかり、うん、だって今見たらフリーのスケボー泥棒がいる。わけねえ。泥棒いるんだ。スケボー泥棒がいるぞ。2人なんだしょ。2人組なんだその泥棒は。2人組になってまで やることか。お前のこっちは大きくなってんじゃないのかお前。やべ、つまんない。面白くない。面白くない。本当に。俺ずっとこれやってきたのに。クリアだけマジ。